今回は卒業式のヘアメイクの紹介をしていきたいと思います。袴や着物に似合うヘアメイクやヘアセットをご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。まずはじめにマルチビューティーゲルをお肌にまんべんなくつけ、スチーマーをしながら EMS ラジオ波の出る美容機器パイラナイトをしてお顔をリフトアップしていきます。 EMS で普段あまり動かさない奥の筋肉を動かし、脂肪燃焼、ラジオ波で脂肪分解、コラーゲン再生、セルライト除去を促します。特殊な形状をしているのでお顔や体を削るように当てることができ、細かいところにもアプローチが可能です。ヘアメイクサロン M's にてパイラナイトのご体験もできますので、ぜひ試してみたい方はサロンにお越しくださいませ。マルチビューティーゲルをティッシュでしっかり拭き取り、クレンジングウォーターでぬめりを拭き取ります。その後スキンケアをしていきます。化粧水の入りを良くするために導入としてオイルを全体的に塗り、マッサージをしながらなじませます。化粧水をパッティングしながら水分を入れ、最後クリームを塗り込み蓋をします。こちらのソエルのスキンケアシリーズは植物由来の生きた酵素に着目した商品で、お肌にも優しく、私たちも現場で使用している商品です。スキンケア後ベースメイクに入ります。保湿効果の高いアルビオンの下地を塗ります。ファンデーションは1日崩れないお肌に仕上げるためランコムを使用します。ランコムは崩れにくいファンデーションな分乾燥しやすいので、ベースには保湿力の高いアルビオンを使用しました。全体的に塗れたら目の下、小鼻などさらにカバーしたいところはカバー力の高いメイコーを使用します。ハイライトをおでこ、鼻筋、目の下、唇の上、顎にのせスポンジでなじませます。パウダーでテカリを抑え、ファンデーションを密着させます。今回は着物に似合うマット寄りのセミマット肌に仕上げますので、パウダーはナーズを選びました。パウダーのシェーディングをおでこの際、フェイスラインにブラシで入れます。おでこの際に入れることで小顔効果、またおでこのラインが綺麗に見えます。アイメイクに入ります。オレンジのアイシャドウをアイホール全体と目の下に入れます。次にアイプチをします。今回はメッシュタイプのアイテープを使用しました。メッシュタイプはアイシャドウに馴染んで目を閉じても目立ちにくいタイプのアイテープです。被膜式のアイプチも使用して二重幅を固定していきます。目の際、目尻にはボルドーブラウンのアイシャドウを入れてぼかします。着物の時は結構こう目が弱くなっちゃうんですよね。なんか着物が結構派手なので、アイメイクを結構しっかりと作った方がいいので、アイラインは茶色ではなく黒で引いていきます。結構ナチュラルに見せたい時は茶色を使ったりするんですけど、今日は黒でしっかりめに引いていきます。でちょっと、いつものナチュラルメイクよりはしっかりちょっと長さだったりとか太さも作っていくので、ぜひ見てもらえたらなと思います。引き方はもう、いつものやり方と変わりません。まずは、目尻、目開けてまっすぐ。目尻の方決めてまーす。アイライン、いつもね、ちょっと伝えてるんですけど、まつげの中を埋めるのをとにかく忘れずに、ここがすごく大事なので、まつげの中を埋めていきます。ただ、いつものナチュラルメイクよりは少し上目に描いていきます。目頭切開も少し入れていきますね。はい、こんな感じです。濃いめのアイシャドウでアイラインをぼかします。ビューラーでまつげを上げ、根元からマスカラ下地を塗ります。コームで溶かしながら綺麗にセパレートしていきます。下まつげにもマスカラ下地を塗ります。
ホットビューラーの熱でカールを固定し、ブラックのロングタイプのマスカラを塗ります。下まつげにもホットビューラーをし、ブラシの細いマスカラを使用して下まつげにもマスカラを塗ります。アイブロウパウダーで涙袋の影を描き、ぷっくりさせたい黒目の下にラメ感のあるアイシャドウをのせます。部分用のつけまつげを一本一本地まつげになじむように足していきます。眉毛なんですけど、いつもは結構平行を太眉薄めみたいな感じでナチュラルメイクの時は結構教えてることが多いんですけど、今回はお着物なので眉毛もしっかり山も含めてしっかり描いていきます。でそうすると着物に負けない眉毛が仕上がってくるの でそのために結構必要なのがこういうアイブロウジェル、これ詰め替えてるんですけど、アイブロウジェルでしっかり形を作ってあげて、でパウダーでぼかしていきます。やってみますね。色は黒目だとどうしてもちょっと野暮たく見えちゃうので、色は少し明るめでもいいと思います。ただ形はしっかり描いてあげる方がいいなと思うので、お着物の時は眉毛の形はしっかり描きましょう。描く時は結構私は眉尻から描きます。眉尻の眉山を意識して眉山から決めて描きます。眉頭から描いてしまうと眉頭が一番濃くなってしまったりするんで、眉尻が一番濃くて正解です。なのでなんか眉尻からしっかり描いて、眉尻は結構濃いめ、濃いめが おすすめします。なんか結構メリハリのあるグラデーションがある眉毛になるかなと思います。必ず眉頭はぼかしましょう。で眉マスカラはいつも結構言うように少し明るめでやります。その方が着物でもちょっと垢抜けた感じで少し外人っぽくなったりするんで、ちょっと明るめの眉マスカラでやります。はい、こんな感じです。チークは明るいオレンジ系のチークをふんわり入れます。パウダーのハイライトを目の下、鼻筋、目頭に入れ、立体感とツヤを足します。最後にリップなんですけど、リップは結構ね、分かってる人多いかなと思うんですけど、やっぱ着物に負けてしまうので、いつもみたいなピンクとかベージュ系にしてしまうと、すごい顔色がね、悪く見えちゃうんですよ。なので、ちょっと赤目を使います。で、赤目でも今回ちょっと選んだのは、少し朱色っぽい、和っぽい色を選んでるので、そういう風にこう和っぽいテイストに合わせてあげると、すごい着物が映えてくると思うんで、ちょっと入れてみます。結構リップも最近だと結構こうぼかして塗ることが多いんですけど、お着物の場合少しリップものしっかりめに描いてあげる方が形もしっかり描いてあげる方がメリハリがつくかなと思います。で私唇がねちょっとちっちゃいとちょっとこう印象が薄くなってしまうので、少しオーバー気味に描いてあげると、なんかこうアイメイクの濃さとか着物の華やかさとか艶やかさとか、そういうのも全部統一感が出ていくかなと思います。でこれちょっと裏技なんですけど、お着物の時はちょっと口角をしっかりと上げて、お着物でムッてした顔してしまうと、どうしてもなんかこう華やかさが欠けちゃったり怖い印象になっちゃうんで、ちょっと口角を上げててほしいんですよね。でもね、皆さんずっと笑ってって言っても難しかったりするので、少し裏技で口角のこの上の部分に少しね影を入れていきます。ちょっとこれはリップライナーちょっとこの上ですね、上の方に笑ってるような、ちょっと、
ちょっと上に変えてあげると常にちょっと笑ってるような口角が上がってるように見えるので、これちょっと裏技になります。今回髪の毛に結構金粉をつけたので、アイメイクにも金粉をつけていきたいなと思います。わおすごい、はい、こんな感じです。こちらでメイクは完成です。ヘアスタイルはアップスタイルで、今年流行りのフィンガーウェーブや金箔、水引きを使用し、レトロ感も取り入れたスタイルに仕上げました。それでは撮影に移ります。とても華やかな卒業式の袴に似合うヘアメイクに仕上がりました。金箔の輝きが和のテイストにとてもよく合い、光に当たるとキラキラと輝く姿は、特別な日がさらに特別になる魔法のような効果を感じます。着物のヘアメイクでは、着物に負けない肌作り、アイメイク、リップ選びなどたくさんの工夫をしています。ヘアメイクサロンエムズでは、卒業式や成人式の撮影もさせていただいております。着物だからと型にはまった撮影スタイルではなく、等身大の可愛らしい卒業生の方々の表情が撮れるよう、現場のプロがアドバイスをしながら楽しく撮影しています。 M字のヘアメイクで心を輝かせて、特別な日をさらに素敵な日にしましょう。 M字ヘアメイクアップのチャンネルでは、メイクの方法やアドバイス、またおすすめの商品など紹介させていただいております。ご興味のある方は高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。かわいい。